おはようございます、はい、おはようございます、まあ、ご無沙汰しております、はい先週、2日3日と、大宮駅の駅前で やりました丸々東日本の盆栽イベント、はい大宮盆栽ってもうすぐ100周年ってしてたってやつですね、はい、たくさんご来場いただきましてありがとうございます。ちょっと名前出していいか分かんないですけど、うん、清水市長もまだ来られて、はい、ね、あのこれピーとか言ったら帰っておかしいですよね。おかしいと思います。で名刺交換とかもされてて、キルさん。あ、そうですね。そうそうそう。で、埼玉市のいろんな課の方も大勢来られてて、はい、要は埼玉市全体でやっぱり盆栽を盛り上げようっていうすごく感じられた、うん、で来年のね100周年に向けて、というイベントだったんですが、そこで、即売会があってですね、ちょっと気になった木があってですね、これ、福島の方の東五葉松という、松になります。半券街、値上がりの半券街ですね。で、結構これ見てる方がいたんですよ。いっぱいいましたね。ね、いっぱいいたし、あの多分この動画を見て、ああれ俺悩んでたやつだっていう人いると思うんですけど、結構Qさんともね話してて、結構いいんだけど難しいねって。安かったですよね、確かね。まあまあまあ、そうそう、安かった。多分相場の半分はいくぐらいな気がするますよね。多分私がお祭り出すと倍ぐらい出すから、そうですよね。多分出さないですけどこれね、はい、今だから正面がここかな、ここら辺で作ったんですかね、はい、ここら辺でね。今日はだから盆栽を買った時に、うん、皆さんどう作るかっていうのが多分一番永遠のテーマで難しい、初心者向け、初心者向けの、今日は初心者向けの、徹底分析をですねしたいと。要はどう作るかっていうことは、まずこの木をどう見て、うん、どう考えてどうしたいか、どう見てどう考えてどう作りたいか同じこと言っちゃいますね。そこが大事なの。でどう釣るかなんですよね、はいはい、だからこの木をどう見るかで、さっきね、Qさんもこの話してたんですけど、うん、どこですか、ここでしたっけ。あ、そうですね、潰したいねとかっていう、そこを潰したいなと、好みが出てくるわけですよね、うん、それはどうしたいかっていうところが出てくる。だから盆栽やってくるといろんなところが見えちゃうんですよね、うんうん、いいところも悪いところも見えてくる。まあ私がこの木をどう見て、どこが気になってどうしたいかっていう、もう3回目になりますね、うん、はい、っていうことを今日っていうことを初心者の方に分かりやすいように、部位ごとにこう分析をしてですね、こういうまあ見方もあるんだよっていうのをちょっと、勉強していただければというふうに思います。はい、よろしくお願いします。まずですね、下からいきますね、はい、いいところ、いいところ、どう見るかパートですね。あ、そうですね、この根ですね、この根毛がすごく面白い、はい、面白いっていうのは、あの細い根じゃなくてこれぐらいまで太くなってくると、うんうん、もう枯れないんですけど、はい、細い根だとね、枯れる可能性があってですね、うんうん、で根も少しずつこんなやつだと面白いですよね、これ変化ありますよね、はいはい、単なるまっすぐじゃなくて、うん、根に芸があるっていう、うん、根毛ですね、根毛、これが面白いということが一つの見どころで、次にですね、ここの距離、ここからここまでの距離、ここが短いっていう、はい、ここ根がここまで来て、ここはね、だらーんと長い木って結構多いんです、根上がりで根が集まったところから少しまっすぐ行くんですけど、これはこの短い距離でこの曲がりがあるっていう、要は直線の部分がないないないってことですね。そうですね、うん、ここが実は私がこの木を買った最大のポイント、そこなんです。もう、ここ見どころですね、ここの距離が短いところで、うん、これがすぐこう曲がってるという。で気になったのはこれは Q さんとも話したんですけど、この枝なんですね。そうですね、なんでこれが気になってくるかっていう、これあえてこう固定されてるんですけど、まあ一つはね、ちょっとこの絵の方とも話したんですけど、根をね守るっていうのもあるらしくてですね。ああ、上の枝が、はあ、割とね、根ってこう枯れや、先ほど言った細い根は枯れるんですけど、根が枯れやすいんで、根を守る、あるいはこういうところにあの水苔巻いたりなんかする人も、私もやるんですけど、はいはい、そういうふうにやっぱり根って、傷みやすいので守る意味合いもあるよと、いうことなんですが、まあ、一つはここにそれでいい意味で配置してるんですが、まあ、これはもう好みの話ですね、はいはい、これは一つ、これ完成形ですから、うん、これはあの円で売ってたやつですから、これは一つの完成形なんで、自分が何をどうしたいかっていうところが、まあ、好みになってくるんで、私はここが少し気になるなと。どう気になるんですか。これが根がここにあるのに、うん、そのすぐ上にこれがありますと、うん、ここが生かしきれない、根を隠しちゃう、根を隠しちゃう、うん、ある近くにあるん でこれをやっぱり強調させるためには、これをどっかに隠したい。で私がね、一番最初考えたのは、
これをこっちにねじって、うん、これをこっちにねじって、これを差し枝にこう出てきたら、せめて真ん中よりもちょっとこっちぐらいまでねじって、これを差し枝にできればベスト、うん、正面はどこなんですか。あ、正面このままで、このままで、ええ、正面このままで、今ここから左側から出てますけど、はい、これを真ん中よりちょっと右側からこう出てくれば、はあはあ、それがベストかなと思ってたんですけど、さすがにこの距離でそれだけねじるのは難しいだろう、うん、難しいですね、いうのがあって、まあ、とりあえずちょっと置いときますね、ここは気になるよって話、はい、それとそこから正面で見た時にここまっすぐに見えませんかね。ここから正面から見るとここがまっすぐ見えちゃう、うん、でちょっと振ってみると変化ありますよね。そうですね、ね、こういう変化があると思うんですよね、うんうん、だからここは少しねじればもうちょっと変化が出てくるかなと。なるほど、いけとこですね。あと、まあ、Q さんが気になったのは、ここでしたっけ。ここ、まあ、僕そこが気になってるわけじゃなくて、うん、差し枝を、うん、の位置を変えたいだけなんですね。あ、差し枝ね、そうそうそう、うん、差し枝候補が今これがあったり、はい、これがあったり、はいはい、でまあ、次はこれもあるんですけど、ええ、どれがっていうのがあって、でやっぱ悩むわけですね、うんうんうん、で結論から言うと、はい、ここを今正面でやってますよね。で足元ね、ここ良くないですか、太くないですか、うんうんうん、足元が、はい、ここ正面でいいんですけど、ここだと足元がすごく太く見えてくる、うん、そうするとこの悩んだこの枝がですね後ろ行くんですね。なるほど、後ろへ隠せる。これもっとだから上げた、あのこれはもうちょっと上げた方がいい。これちょっと縛ってあるんで、そうするとこれを少し上げてですね、うんうん、もっと離してあげる上にですね、そうするとこの根毛が見えてきて、この曲がりも見えてきませんかね。それじゃあ差し枝にしないってことですね。そうするとこちらの中なんでね、これが差し枝なんですね、第3のたらどうか、もうあの好みです。どう見てどうしたい、もう好みなんですね、うん、ここはね、私はだからこっちよりもここの方が気になる、この大きな、うん、あ、これも、うん、あの初心者に向けたワンポイントアドバイス、はいはい、あの幹模様ってですね、下にある方がこう大きくて、上に行くにつれて細かい曲になってる方が綺麗に見えます。これ模様切れ絵を描くときに、ゆっくりゆっくりこういう大きなあの曲がりを描いて、だんだん上に行くほどこう細かく描いていくと、うんうんうん、下にあまり細かいのがあって上がゆったりだとすごく丸びしたように見えちゃう。なるほど、変わり木でそれがね、いいっていうケースもあるんですけど、まあ普通はそう。ってことはやっぱりここよりも、うん、やっぱりここら辺のここを潰していきたいわけですね、うん、ここの曲がりよりもですね。だからここは気になるんですけど、ここはねちょっと難しいと思います。これだけ太くなっちゃうと、うんうん、ここはなので、ここの曲がりよりもここら辺はもう少しギューッと潰し込んできた方がいいよと。じゃあ結構ちっちゃくなる、うん、そうですね。ですからまずこの正面とこの高さを、うん、あの映像で残しておいていただいて、でそれを正面変えて少し小さくなってくるとまたギュッとなるかなというイメージでいうところですね。こうやって木を見て、どう見て、どう見て、そうですね、どう見てどう思ってどうするか、なるほど、はい、というもう4回目ですね、うん、はい、ということをちょっとやっていきたい、ね、ちょっとね針金があのもともとかかってるので、ちょっとこの太さで曲がるかどうか分かんないんですけど、ちょっとやれるところだけやっていきたいと思います、はい、やっぱりあれですよね、長所と欠点を、うん、あ、そうですそうです、どこかなって見る、そうですね、癖をつけるというか、はい、そうですね、木を作っててよく、ここもいいんだけどもこっちもいいよねとか、うん、そういうケースがあって、でやっぱりいい部分のプラスと悪い部分のマイナスをこう足し算していって、プラスの多いところが最終的に残るというか、ただそれもやっぱ好みなんですよね、うん、我々よく言う最後は好みだよって言うんだけど、それはもう本当に好みなんで、初心者向けかな、初心者向け、いやだから初心者向けで、初心者向けで、初心者向け、この木をどう見てどう作るか、でもね、どう曲げていいか分かんないって人が多いと思う。ああ、そうですね、だからそこは次の段階ですね、うん、まずどう見るかですよね。そうですね、どこがいいかな、うん、どこが嫌かなって、そうですね、そうですね、で見たらいい、そうそうそう、で最後は先ほど言ったようにもう好みなんで、うん、その人がいいと思ったところがもう正面でいいと思います、うん、そうですね、うん、もう動画の大半終わってますね、大半終わってますね、もうあとは作り、あとは作るだけ、作るだけですね、作るところで初心者向けの話は
だから出てくるかもしれないです、ね、出てくるかもしれない、はいはい、そうですね、最後までお見逃しなくと、ゆっくりご覧ください。結構上の方枝多いような、そうですね、まだ多いですね、気もしますよね、はい、畳んじゃうと、はい、商品なんで少し多めで、多めでよく言いますけど、カンヌキ、これもカンヌキとかね、なんかどっかあったな、はい、ありますけど、これもですね、カンヌキありますけど、とりあえず残していきます。よかった、はい、まあだから商品はそういう意味じゃ作りやすいっちゃ作りやすいかもしれないですね。そうですね、カンヌキありよってね、まあ目立たないですからね、そうそうそう、でやっぱボリュームないとね寂しくなっちゃうんで、今度これ太すぎても上がるかなってちょっと心配になってきましたね。でちょっとこれからいきますかね、これせっかくなんで一回ここは後ろへギューッと持っていって、その先端なく曲げるようになっちゃうな、横はちっちゃくしたいと、そうですね、これはあれですね、カンヌキなんですけど、上に乗っけてこの辺をカバーしちゃいます、はい、はい、流れ逆にしましょうか。まだ変わりました、急に変わりました、急に変わりました、これ差し出しにして、あ普通こっちなんでこっち流すんですけど、 あえてコンパクトにしたいんで、ちょっとあんまりちょっとチャレンジなんですけど、これやっぱりこっちにしましょう、でもどっちでもいけそう、それもいけそう、はいはい、そうしましょう、そっちの方が詰まって見えるかもしれないし、ね、うんうん、でこれを畳み込むんですね、うんうんうん、はいはいはい、ちょっと今やりながら好みが変わりました、好みが、はいはい、好みなんでね、好みなんでこれほら、うん、正解がないですから、そうそうそう、自分がいいと思ったのが一番なんで、うん、そうしましょう、はい、でここは針金は、太いのかけたんで後ろへ逃がすように、1の枝を裏枝にするっていうのも、そうですね、商品ならではなのかもしれないですね、はい、確かに大きいのだとね、うん、目立ちますもんね、そうなんですよね、ちょっとこれね多いんで少し取りますね、ここの先端、裏枝が大きすぎると、裏枝が大きすぎる、うん、裏枝が大きすぎるっていうのは、うん、やっぱ差し枝に比べてっていう、あ、そうです、そうですね、考えていいですかね、そうですね、これはね比べて、ただ多少多くてもいいです、裏は、うん、はい、多少多くてはいいんですけど、まあ多すぎる、うん、はい、やっぱり差し枝が一番効く枝に、そうですね、するっていうのがね、そういうことですね、結局基本となっております、はいはい、初心者向けの、ね、初心者向けの、はい、はい、っていうのはね、なんでかっていうと、これね、でかいんですよ、でかい、でかいっていうのは、この出っ張ってるところ、このこっから出てる、あ、そこを差し枝にした理由ですね、差し枝にした理由、はい、で、こう、いちいちですね、これがね、多分こっから出てたら、うん、ここもでかいんですけど、この距離が長すぎちゃうんですね、はいはい、だけど、ここから出てるんで、まあ、でかいかなと、うんうん、いうふうに感じます。で、さらに言うと、これが真横に今行ってますんで、少しこう上げて、これをもっと下げると、もっといい気がしますね。さあ、で次はですね、ここ、これが畳み込めるかどうか。これもちょっと針金が細いんで、あとこれが畳み込めるかですね。ここは針金ないんだ。針金かけなきゃダメじゃないですか。かけないですね。そうすると、ここからここまでですね、幹、うん、ここ潰すんで、この枝を曲げたい、これは潰したい、はい、なんでこれとこれをかけると、ああ、はい、というところでやってみたい、まあ、太い針金を、そうですね、かけて、すでにかかってる針金にクロスしないようにかけるんで、ちょっと苦労してますけど、針金は重ならない方が綺麗に見えると、そうですね、綺麗に見えるし、まあ効くんですね、そっちの方が、これは上に乗せちゃおうかな、ここはもともと差し枝にしようとしてた、そうですね、差し枝にしようとしてたところを今幹に寄せてると、はい、寄せてます、そして潰れなければ引っ張ると、潰れないそうだな、ね、曲げてみないとね、どう配置されるかわかんないから、そうですね、そうしてやっぱ邪魔な枝が出てくるな、そうなんですよね、潰しちゃうからね、よし、じゃあちょっと針金で引っ張りましょうか、はい、ちょっと見た目良くないですけど、うん、ちょっと細かいの先にかけちゃいますね、はい、ちょっと待ってくださいね、はい、こういうのとか多分気になってここら辺も気になってくると思うんで、はいはい、かけて先にかけとかないと、そうですね、多分潰した時にかけづらくなっちゃうんで、かけにくいということです、はい、初心者向けの、うん、畳み込む時と一緒ですよね、うん、はい、あ、それでこれが最後ですね、何ですか、ここ最後、ここが目起こし、
目おこしね。目おこしね。これ大事な話。五葉松は、一番細い枝をかけた時に目を起こすと。最後ですね。ちょっと上に上げると、うん、と最後あの目が上に向くんで綺麗に見えます。はいはいはい、赤松黒松は勝手に目が上に向くんで、そうですね。はい、無理してやらなくても。五葉松は目おこしした方が綺麗に見える。そうですね。ということです。はい、いうことです。はい、初心者向けに。初心者向けに基礎をね、やっぱちゃんと。はい。言っちゃいました。これだけ、要はここを潰した時に、この枝をどうするかってのがあるんですね。そうですね。普通なら取りたいんですけど、取っちゃうとここがガランドになっちゃうんで、今これ後ろにあったんですね。後ろから出てるんですけど、これはちょっと強引にちょっと前持ってきました。で、前のやつを切る。そうですね。これを切りたいなと思ってて、これ切りますね。はい。はい。と、うん、はい、いうことですね。これは引っ張るときは、導線の方がいいと思うので導線でやっぱり引っ張ります。引っ張ります。でそうしたときに今度これとこれがぶつかってきますね。枝同士ですね。そうするとこれが少しこっちに行くようになるかなと、やっとくか、抜くかですね。なるほど、避けて、はい、そうですね。これが前に行った分ここがガランドになったんで、これを後ろにこう埋めるように潰してみましょう。導線本当はですね、こういう隙間だとか、要は幹に直接かけるんじゃなくて、アルミ線とアルミ線で引っ張った方がいいです。気づかないんでね。で、アルミ線同士にかけた方がいい。そうですね。それとか、あとここにゴムを当てて、まあ、へこまないようにですね、やるのがいいんですけど、ゴムとか当てるとまたちょっと見栄え的に、あまり何もやらずに、やっちゃいます。やっちゃう。はい。ただアルミ線の上に当てる感じですかね。そうですね。できるだけそれは考えた方がいいですね。はい、極力アルミ線の上に乗っけて傷まないように。こうやって幹を寄せる方法が。そうですね。初心者にも分かる針金で幹を潰す方法ですね。初心者やるかな。やるかな。これで、ここ潰していきますね。はい、ぐーっとこう隙間ができると思うんで、そこをこう埋めていく。はい、そしてこれを切っていった方がいいですね。これ左手力入ってます。これこれで潰してますよ。分かってると思いますけど、はい、結構、はい、手で潰して、手で潰す隙間を作って、その隙間を、はい、埋めていくですね。埋めていく、はい、針金の隙間を。あとは一番気をつけなきゃいけない、この辺がパカッと割れる可能性があるんで、ああでもまあ、そのぐらいでいいかな。なんかでもちょっと嫌味になってきたな、少し。いや、ちょっと嫌味になってきましたね。嫌味っていうのは、嫌味っていうのはここの周り、このダラーンとした曲がりが、あんまり、あんまり良くない。もうちょっと曲げて、上で曲げてみるかな。あの上のここに当てるのに傷ついちゃうんで、ちょっとここに当てて。自転車かなんかのチューブですかね。そうですね、タイヤって言いますけど、自転車なんでしょうね。はい、でここをプライヤーです。プライヤーですね。ウォータープライヤーですかね、正式には。うん、はい、でできれば下はアルミ線に引っかかって、上がゴムに当たるといいと思います。ああ、で、そうだ、今更なんですけど、はい、なんでこれ今やってるかっていうと、先週、心拍の畳み込みをやったんですけど、結構こういうことやるとね、皮が剥がれました、もう幹から。だからやっぱ3月は、もう、心拍はやらない方がいいですね。10月から2月ってよく言いますけど、3月は、心拍はもうやめた方がいい。で、五葉の方が少し粘っこいんで、いけるだろうっていうんで今やってます。で本当はもう植え替えしたいんですけど、これの作業を今日急いで先にやったと、はい、今やんないとこんだけ曲げるのはちょっと大変だと、そうですね、そうですね、大丈夫ですね、はい、もうちょっと潰したいな、もうちょっと潰したい、ちょっとね、ここが闇なんですよ。闇ってこれも見えちゃうか見えちゃないかなんですけど、この丸がなんで、ね、これをね、後ろに持っていくっていうのはあるんですね、丸く見せないために、はいはい、これを後ろに持っていくのもあるんですけど、もうちょっと潰したいと思います。この辺はやっぱりあれですか、好みなんですか。好みですよね、本当に感じるか感じないかっていうのはね、要は
曲線が作為的だなっていう、あそうですね、そうそう感じてしまうと、そうですね、潰しながらここをあれを注意しながら、あまだまだ潰れますね、なるべく自然に、そうですね、作りたいと、はい、もうちょっとあってもいいかなあのね、これ先端だけ曲がってここが湾曲した可能性なんですね、ここ本当はバチッとここ曲げたいんですけど、はい、もうちょっとやるかな、もうちょっとやるか、もうちょっとだけちょっとだけですよちょっとだけもうちょっとだけ、もう初心者向けかな、初心者向け気になりますよ、初心者の方もこの曲がりはちょっと、うん、でも最初に言ってたいいとこと悪いところの悪いところと感じる、そうですねってことですね、そう、うん、ああだいぶ潰れたな、よし、じゃあこれで終わりにしましょう、はい、ちょっと枝がね、だいたいぶつかってきちゃったんで、ここが潰したためにこれが起き上がっちゃったんですね、うんうん、頭がね、うん、だからそれをこちら側に潰していくという作業が最後入ります、これをするとグッとちっちゃくなるんじゃないですかね、ちっちゃくなると思いますね、はい、グーッと、うん、ちょっとどこら辺まで行ったらいいかが、やっぱ効かないか、結構戻りますね、戻りますね、黙々とやっておりますが、黙々とやっております、何をやってるか、ね、何をやってるかを言ってない、無言でやってるからね曲がんなかったから、そうですね、ちょっと今寄せるのかなと思ったけど、はい、枝を操作して、枝操作で少しボリュームつけようかなって感じでやってます、下げ、ただそれでもやっぱ高いんで、うん、ちょっとやっぱ引っ張りますかね、やっぱり引っ張って下げていくと、いっちゃうか、ちょっと動画的には、はい、美しくないんですけど、うん、もう今日はあれですかね、最初のそうですね、初心者に分かりやすい見方、まず盆栽のあれですね、V の見方と、違う違う、何でしたっけ、どう見てどう考えてどうするか、うん、ってことですよね、はいはい、どうするかをやってらっしゃるという、そうですね、どうするかを今やってますね、どうするかのところは途中で変わりましたもんね、場所が、そうですね、流れ、あの差し枝が、作ってた最初の説明と変わっちゃうっていうね、変わっちゃう、どうしたいかが変わったと、そうですね、どうしたいかが変わった、やってみてね、気づくこともありますから、そうですね、何かね感じてくれればということですね、どうだろう、なんとなくでもまあまあって感じ、うん、どうだろう、こんな感じでいいかもしれないな、完成、はい、いつもこれから長いと言われてるんで、はい、ちょっとまだ完成ではないと、そうですね、茎の葉っぱを少し取って、下に出た葉っぱを、そうですね、少し取ると取るの綺麗に、よく見えるっていう盆栽あるあるで、はい、3年の時が経ちました、はい、いい加減のできましたか、はい、そしたらこの辺が正面でどうでしょう、で最初これ差し枝って言ってたんですけど、これがあまりにも畳み込めないんではいはい、はい、こっちを差し枝にしました、で本当はね、根の動きから言うとこっち行ってるんで、本来こっち行きたいんですよね、うん、だけどだからちょっと変わってます、これはこっち行きたいんだけど、まあこっちで返したと、うん、いうことで、で頭は少しボリュームつけたんですね、頭が少ないとね貧弱になっちゃうんで、でまあそれなりにこう棚をつけて、あと枝配置はこの辺空間を埋めてるんで、まあ、またあのおいおいこの枝配置の話ですね、はい、はい、で裏は少しボリュームはあります、ちょっとまだ量多いぐらいですけど、そうですね、うん、裏枝にしちゃちょっと大きいような気もする、ちょっと大きいですね、うん、でもこれぐらいまあボリュームあっても、そうですね、はい、ということで正面はもともとここら辺だったんですよね、はい、はい、それがここにすることによって、この根が太くなりました、でこの曲がりの短いところもまあ多分より短くなったんじゃないかと思うんですけど、うんうん、ちょっと気になるのがね、やっぱここがこう90度になっちゃってる、はい、うん、ここが気になるんで、本当はこっちやったりこっちやったり、うんうん、できるといいんですけど、まあとりあえずは一旦はこれで植え替えでね、植え替えですね植え替えですね、植え替えで、はい、でこの気になってたやつは裏に持ってって、はい、できたと
いうことで、とりあえずまあこんな感じで、うん、この辺ですね、完成ですということで。やっぱ枝の配置が綺麗でね、まあ、正面から見て、そうですね、できるだけこう、なんとなくこう、うん、全体にね、あの空間がないように、これがもう少し枝数がね、増えてくればいいかなって気がしますね、うん、ということで今日は木を見た時に、ね、あ、ちょっと待って、腹見せちゃった。どう作るかの前に、どう見て、どうしたいかですね、うん、っていうところで、また気になった、まあ、ここら辺をですね、少し根毛を見せて形を作っていったというところで、はい、初心者の方参考になったでしょうか。そうですね、はい、最初に素材を選ぶときも、はい、どこが良くてどこがダメか、あ、そうですね、それをあのカバーできるか、ダメな部分をカバーできるかっていうのを考えて買ったり、そうなんですよね、すると思うんで、だから何しろ一番いいとこをここだけで買ったっていうこと で、うん、でさっきもそうですけど、作りながら予想してたのと全然違う、うんうん、本当はこれが挿絵棚になるはずが裏枝になっちゃって、うん、ね、挿絵棚のつもりがこっちが挿絵になったっていう、やりながらちょっと変わりますけど、まずはいいとこを買って、まあ、どうにかなるかなっていうのを想像しながらやっていけばなんとかなると。そうですね、でもさ、よく物買った時に、うん、これはこの木はここだけで買ったとか言いますもんね。言いますね、もう足元のここだけで買ったってね、うん、上はどうにでもなるっていうんで、そうですね、はい、まあ、どうにかなるかどうかは別にして、まあね、どうにかしなきゃいけないんで、はい、はい、ということでどうにかなりましたと、ありがとうございます、はい、いう動画です。盆栽も人もいい部分をね、いい部分を生かしていかなきゃいけない、探していく、そうです、悪いところは隠さなきゃいけないと、はい、いうところで、ご清聴ありがとうございました、はい。ちょっと黙ってますね。はい、ありがとうございました。時期的なもので、ええ、お知らせとして、はい、氷川神社で、ええ、なんかイベント盆栽も参加してやることになったんです。ああ、そうなんですか。なんか多いですね、最近そういう。そうですね。ちょっとね、詳細僕まだ分かってないんですけど、若手の盆栽の、はい、なんか。若手盆栽師の中、はい、会みたいなのがあるんですよ、はい、あ、そうなんですか。そこで大宮盆栽の PR と、組合からも出てると思うんで、はいはい、氷川神社のね、あの素敵な参道の中でなるほど、そういうイベントがありますので、ちょっと僕詳細ここに多分載せてると思います。最近もうそろそろ、ね、4月、3月の20、何日です。そうですか。多分載ってると思います。はい、はい、結構なんか面白そうな若手の人が、作って、そうですね、主にね、そこのね、多分販売物は盆栽大野さんが多いと思います。あ、なるほど。じゃあ太陽君も出るんですね。太陽君も出て、私も、はい、寛太君も、はいはいはい、寛太君は展示の方やるって言いましたね。へえ、盛り上がってますね。そういうこともありますので、皆さんぜひお越しください、はい、お越しください。いや、すごくなんか埼玉盆栽盛り上がってるのがいいですよ、本当に。でまたあれですね、別件で4月の末にね、はい、お祭り前でちょっと忙しいんですけど、ね、開墾のなんか販売イベント、開墾植物、開墾、出展することになりました。私、有機小石盆栽用の連合で。ああ、鉢の方ですか。鉢じゃないです、開墾植物のイベントですね。開墾植物、はい、多分アガベとか多肉とかそっち系もある。あ、はい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 、うん、あ、それも人気ありますもんね。そうそう、なんかインテリアショップで貸し切ってイベントをやるみたいな。あ、そうですか。感じらしいです。こちらもぜひとも、はい、また詳細分かりましたら。そうですね、おまけでした。おまけでした。はい、you